敵地マツダスタジアムで首位広島を相手に勝ち越し、上昇ムードも漂う岡田タイガース。明日からは甲子園に戻り、DeNA との3連戦を控えています。今回の動画では、DeNA3 連戦の両チームの予想される先発投手について、そして DeNA 打線について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、両チームの予想先発について、初戦から順に見ていきましょう。初戦はタイガースがビーズリー選手、DeNA がジャクソン選手の先発になるとすでに発表されています。ビーズリー選手はここまで5試合に登板し、3勝1敗、防御率 1.78 という成績。雨天中止によるローテーションの再編もあり、今回が約3週間ぶりの登板となります。前回登板となった6月15日のソフトバンク戦では5回途中6失点でノックアウトされましたが、それ以外の4試合では1失点以下と試合を作れており、今回のマウンドも非常に楽しみです。右打者を完璧に抑え、左打者には比較的打たれているビーズリー選手に対して、DeNA はある程度左打者を並べてくるはず。オースティン選手、牧選手、宮崎選手というクリーンアップ以外はほとんど左で固めてくると思います。しっかりと対策してくるであろう、DeNA 打線との初めての対戦でどのようなピッチングを見せてくれるのか注目です。一方のジャクソン選手はここまで12試合に登板し、4勝5敗、防御率 3.53 という成績。4月は月間防御率6点台とかなり苦しんでいましたが、どんどんと日本の野球に適応してきており、6月の月間防御率は 1.01 と非常に安定しています。そしてタイガースとの相性が抜群で、3試合に登板して1勝0敗、防御率 0.50 という圧巻の成績。6月21日の前回対戦でも、7回途中4安打無失点と抑えられています。前回対戦で唯一マルチヒットを記録した大山選手にチャンスで打席を回せるかが重要になりそうです。続く2戦目はタイガースが伊藤選手、DeNA が東選手の先発になると予想しています。伊藤選手はここまで10試合に登板し、3勝4敗、防御率 3.76 という成績。過去3年はいずれも2点台中盤だったこと、そしてリーグ全体として投高打低の傾向があることを考えると、今シーズンはかなり苦戦していると言ってよいでしょう。現在3連敗中の伊藤選手は前回登板のヤクルト戦で3回途中5失点でノックアウトされており、状態があまり良くありません。6月22日の DeNA 戦では6回を投げて自責点1ながら7本のヒットを浴びており、DeNA 打線としても悪いイメージはないでしょう。投げ合う相手がリーグ屈指の安定感を誇る東選手ということで、多くの援護は期待できませんが、なんとか粘りのピッチングでゲームを作ってほしいですね。一方の東選手は、ここまで14試合に登板し、7勝0敗、防御率 1.96 という成績。昨年8月から24試合連続クオリティスタートという驚異的な安定感を誇っており、リーグを代表するサウスポーの一人です。決してゲームを壊さない東選手ですが、意外にも被打率は規定投球回数に到達している投手の中で最も悪く、出塁を全く許さないというわけではありません。ピンチで非常に粘り強く、攻撃する側としては非常にストレスがたまる展開になりがちです。前回対戦の6月22日の試合では8回2失点で抑えられたので、今回の対戦ではなんとかリベンジしてほしいですね。そして3戦目はタイガースが西勇輝選手、DeNA が K 選手の先発になると予想しています。西勇輝選手はここまで11試合に登板し、3勝3敗、防御率 1.37 という成績。開幕当初の好調さをキープしているどころか、直近の試合ではさらに安定感が増してきています。6月は4試合で1勝1敗ながら、防御率は驚異の 0.96 を記録。打線の援護次第では、4勝してもおかしくない投球内容でした。そして、
前回登板で今シーズン初めてホームランを打たれましたが、72回と3分の1を投げて被本塁打が1本という驚異的な数字を残しており、スラッガーが並ぶ DeNA 打線とはいえ、ホームランをなかなか打てる相手ではありません。6月21日の DeNA 戦では勝ち星こそつかなかったものの、7回6安打無失点と抑えており、今回もゲームを作ってくれるでしょう。一方の K 選手はここまで11試合に登板し、4勝4敗、防御率 2.57 という成績。ジャクソン選手とともに日本野球へ適応してきている印象で、現在は8試合連続クオリティスタートを継続中です。6月は3試合に登板し、1勝0敗、防御率 1.00 を記録しており、状態はかなり良いと思います。左投手の K 選手は左打者を2割3厘と抑えているのに対し、右打者には2割4分7厘と、比較的打たれているので、セオリー通り右打者を並べるのが良さそうです。岡田監督がどのような打線を組むのかも注目ですね。それでは3連戦の先発予想をまとめたこちらの表をご覧ください。状態が上がっていない伊藤選手と抜群の安定感を誇る東選手の投げ合いになる2戦目は正直分が悪いと思います。初戦のジャクソン選手にもタイガース打線は抑えられているので、厳しい戦いになりそうです。1勝1敗で3戦目を迎えられれば、御の字だと思うので、久々の登板となるビーズリー選手のピッチングが鍵になるでしょう。続いて、リーグトップのチーム打率を誇る DeNA 打線について見ていきましょう。チーム打率はリーグトップ、得点数、ホームラン数はいずれもリーグ2位と、非常に強力な DeNA 打線。筒香選手は不調でベンチを温める日々が続いていますが、それでもかなり強烈なメンバーが揃っています。上位打線の桑原選手、渡来選手はいずれも6月に月間打率3割超えを記録。直近の試合でもコンスタントにヒットが出ており、かなり厄介です。そして迫力満点のクリーンアップにおいて、特に警戒しなければいけないのが、4番の牧選手。ここ5試合で20打数5安打、打率2割5分ながら、ホームラン3本を含む4本の長打を放っており、打球に角度がついてきています。意外にも得点圏打率が1割台と、チャンスで打てていませんが、それでも怖いバッターであることには変わりありません。さらに甲子園では9打数6安打と快音を連発しており、今回の3連戦のキーマンになると思います。そして、7月3日の試合はベンチスタートだった山本選手もスタメンに名を連ねるはず。キャッチャーながら打率2割9分7厘とバッティングが良く、タイガース戦も打率3割4分5厘とかなり得意にしています。このように1番から8番まで気を抜けない打線となっているので、タイガース投手陣からするとかなりプレッシャーを感じるでしょう。厳しい戦いになることは間違いありませんが、徐々に打線も復調してきているので、なんとか今回の3連戦を勝ち越してほしいですね。今後の戦いから目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。